ただいまから、近内鈴木選手の解任記者会見を始めさせていただきます。今回近野選手を、ガンバ大阪から、完全移籍で、獲得をしました。獲得の経緯としては、今ジュビロの置かれている状況、そこを冷静に分析した結果、どういう選手が今必要かということで、近野さんにオファーをさせてもらいました。現状今問題としては、得点不足と、失点が多いというところで、そこをどう改善しようかということで、クラブ内でも話しました。で、我々が求めている選手というのは、今ゲームをコントロールできる選手であったり、バランスを取れる選手、そして個人的なところで言えば、ボールをしっかり奪い切って次のいい攻撃につなげる。今日ある記事で、攻撃のためにはいい守備が必要だと書いてあったところがあったんですけど、まさにその通りで、そこをできる選手を探している中で、この選手にしましたも選びました。あとさらに今鈴木新監督が、鈴木監督が常々言っているチームのためにプレーできる選手、そこも基準にしてこの選手にオファーしました。これから厳しいシーズンですが、一緒に戦ってしっかりと残留してさらに中を目指していけるようにと思っております。ガンバ大阪から来ました近野鈴木です。あんまりこういう機会ないんでめちゃくちゃ緊張してますし、本当にお手柔らかにお願いします。ガンバ大阪で7年半プレーして本当に居心地も良かったし、仲間とは別れるの辛かったんですけど、もう今はもう気持ちも切り替えてジュビロの磐田のために、全身全霊をかけて戦おうと思っているので、早くチームに溶け込んで自分のプレーを出して、試合ではしっかりしたプレーをして貢献してジュビロ磐田の目標に向かって一緒に戦いたいと思ってます。これからよろしくお願いします。家族会議で、子供に何番がいいと思うって聞いてみんなで決めて2番に決定しました。はい、もう何年もプロ生活続けてきて、いろいろサッカーに関して考えるようにはなりましたけど、でも僕はどちらかというとやっぱ本能的にプレーしてとにかく戦って相手チーム削って、とにかくチームのみんなと一緒に勝ちたいっていう、そういう全力を出すっていうのが自分の持ち味だと思ってるので、もう本当に練習からもうとにかく相手に勝ちたいっていう気持ちを前面に出して、そういうふうにできればやっぱりジュビロ磐田に貢献できると思うので、あんまり考えずにとにかく自分を信じて戦いたいなと思ってます。正直な気持ち、その夏のタイミングで途中でガンバ大阪を離れるのは想像もしてなかったですし、シーズン最後まで戦うつもりでいたので、自分でもこうなったのには少し驚いています。でもジュビロ磐田さんからオファーをいただいて、その熱意もすごい伝わりましたし、僕もいいチャンスだなと思って、新しいことにチャレンジして自分も成長したいし、そういうプレッシャーに自分が耐えられるのかというのもあるし、そういう気持ちでやっぱ難しい決断でしたけど、はい、トライしてみようと思って決断しました。なかなか自分の成長を予測するのは難しいですけど、でも僕もやっぱ36歳だしベテランにもなってきて、そのなかなか新しくすぐ来て引っ張っていくっていうのは難しいことかもしれないんですけど、やっぱそういうことにも自分なりにチャレンジしていきたいと思ってるし、もうとにかく試合に出ようが出ないが出まいが、そのチームのためにやり続けて、そういうなんかメンタルとかもなんか自分は今持ってる気がするので、とにかく自分のために働いて何かしら成長できればいいなと思ってます。人間的にもやっぱ成長したいですね、はい。難しい質問ですね。でも、ガンバ大阪のことは置いといて、自分の頭の中で
ジュビロで磐田でプレーしていることを想像して、絶対にやれると思ったし、絶対に貢献して、まあ、今年の目標だったらやっぱ J1 残留だと思うんですけど、それが達成できると思ったから決断しました。そうですね、そのやっぱ高校2年生の時に練習参加したんですけど、まあ、その時はもう本当にビッグクラブっていう感じがして、で選手のタレントもものすごい豪華で、まあ、すごい緊張したのを覚えています。で自分はなんかそのジュビロ磐田に入ることはできなかったんですけど、今回こうやってお話しいただいて、やっぱりなんか縁を感じたし、やっぱりあの時のスター揃いで華やかなサッカーをするジュビロをやっぱ取り戻したいと思うし、取り戻せると思ってるので、まあ、その取り戻す中でその自分も力に加えたいなと思ってます。いやなんか改めるとめちゃめちゃ緊張しちゃうんですけど意気込み、まあ、とにかくやっぱ練習から 100% で取り組んで自分の力を最大限に出すことがやっぱ勝利につながると思うので、一日一日本当に一分一分を大事にして、あとやっぱ仲間とも協力し合いながら目標に向かって突っ走りたいなと思ってます。